ねえお父さん、無天老師様ってどんな人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんがたまに傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。よ、あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。こんにちは。あ、はい、こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯、そうか、死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これ返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよじっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてとわしはいつものお楽しみよ。なあ、よし。こいつは、へへーん。あ、それじゃ行ってみっか。
なあ、悟空、この子もお前みたい。かなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ。あ、お父さん、あれなんだろう。まあ、なんだろうな。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、言ってみるか。孫悟空とも違う。ほう、手強そうな奴がいるな。孫悟空でないとしたら、一体。ほう、手強そうな奴がいるな。もう少し。いつでもいいぜ、かかってこい。卵ごときでは俺は倒せんぞ。一体どこにいやがるんだ。ほう、手強そうな奴がいるな。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。なんだこのパワーは。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。では
何しにここへ来た？死にたいのか？えらく威勢がいいな。おん、戦闘力322。こんなだが、所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。くだらん技だな。くだらん技だな。さっきまでの威勢はどうした？もう終わりか？一体どうなってやがる。その程度か。くだらん技だな。その程度か。今度は俺の番かな。で、ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ。カカロット、父親にそっくりだ。ん？カカロット、この星のありさまは何だ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから
異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。やれ。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうした、おじけづいたか。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。お前なんか帰れ帰れ。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。なんということだ、愚か者め。そうだ、決めたぞ。今度の星を攻め落としたら次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅できるだろう。そんなことはさせねえぞ。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供は返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。持ってか。そうか、ごはんくんの帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ、ピッコロ。貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが
俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。